はい、皆さんこんにちは。年が明けると新しく何か物事を始めてみよう、これに今年こそ挑戦してみよう、そんな方多いんじゃないでしょうか。ただどうしても三日坊主で終わってしまうとか計画倒れで終わってしまう、そんな方も一方で多くいるんじゃないでしょうか。まあ私もその一人ですけど、そんな三日坊主になりがちな人のためにいけばなの実践、またいけばな教室のことをちょっと交えながら私なりの考えをちょっとお伝えしようかなと思います。これはご存知ですか？ロウバイの花、すごい香りがいいんですよ。すっごい香りがいいの、ね、甘い香りがいいですよね。これをちょっと今日この花瓶にね生けていきたいと思いますけど、今まず三日坊主論争に物申すとさせていただければ、三日坊主は悪なのかということですよ。これがまずそもそも間違ってるんじゃないかと僕は思うわけですね。まあ結論、三日坊主でもいいじゃないかと、やらないより0より1の方がいいじゃんっていうことですよ、まずはね。そっから続けられるかどうかっていう、そうそうそう、それで踏み出した3だよね、言ってみたらね、だけすごいよねっていう、確かにいうことをまず声を大にして言いたいということですよ。そう思いません？それがまず素晴らしいことなので、三日坊主の人は全然いい、やらないよりいいというのはまずね、でもだってしてるよりは、そうなんですよっていうのをね、まずねみんなでね共通認識したいですね。そんな人にお花を勧めるというか、まあお花に例えて考えてもらうと面白いかなと思ったんですよね。お花を生けようと例えば決めたとするじゃないですか。続けやすさとしては一つあると、まず生け花ってのはなんでかというとね、枯れるからなんですよね。例えばさ、生き物もそうですよね。例えばじゃあ今年ペット飼おうと、三日坊主になれないですよね。確かにペット飼ったらね、お世話しないとみたいなことじゃないですか。お花もそうですよね。枯れてる姿はやっぱ片付けなきゃってなるわけですよ。生け花生けたら1週間は続けますね。そんなことはありますが、で一回生けるとこの場所がやっぱ寂しいなってなって、またお花生けたいなとかなってきますよね。なのでね、生け花生物ってのはねいいですよね。続けるにはもってこいというかね。意外と義務になりにくいっていうところなんですかね。ああやんなきゃじゃなくて、ああなんか寂しいなみたいな。あ、そうね。だから寂しいなって思ったら、はい、まあ、続きますよね。歯磨きとかしますよね、はい、しないと逆に気持ち悪いなみたいな感じじゃないですか、はい、だからやんないと気持ち悪くなるレベルまでいくと、はい、もうそれは習慣化されてるということですよね。そこまでいったらまあ勝ちというか、まあね続けれるですよっていうことなんですよね。お花ないと寂しいなって思えるまでやれるといいですよね。やれるといいっていうか、まあやるとそうなると、まあそれが生け花に限らず他のものでもそうですよね。まあ筋トレしてないと気持ち悪いみたいなぐらいまでやるといいってことですよね。変な質問なんですけど、先生の場合結構お弟子さんとか見てこられたじゃないですか。義務から楽しいに変わる瞬間って分かるものですか？やらなきゃみたいなところから、はあ、楽しい、やりたい、また行きたいみたいな、その変化っていうか、続けていく上で大事なのって、これはお花に限った話じゃないんだけど2つぐらいあるかなと思っております。一つはね、周り巻き込むってことですね。やっぱりこれはお花に限った話じゃないですけどね、巻き込むっていうとちょっと嫌な言い方かもしれないけど、例えば生けたお花をインスタに上げますと、そうすると見てもらえますよね。でやってることをまあ宣言すると、たまにいません、ダイエット今日からやりますみたいな宣言してる人、あれって周り巻き込み自分がの逃げ道をなくすというかね、あれはね正しいんですよね。持たなくても自分の作品見てもらうっていうのモチベーションになるんですかね。そうなんですよ。お花を見てもらうと褒めてもらったりするわけですよ。それがねモチベーションになる。そして褒めてもらうと嬉しいじゃないですか。そうするとちょっと快感になる。さっき言ってた楽しいっていうことにもつながるんですけど、そんな状況になりますよね。だから恥ずかしくてね言えないとかってたまにいらっしゃいますけどね、生け花やってることを言った方がいいですね。それがありますよね、周りを巻き込むと。これはだから生け花のインスタに上げるだけじゃなくて、花店とかってありますよね、そういうのに出したりする。またもう一つは仲間を作るってことですよね。友達をね一緒にやる
仲間友達ができるとやっぱいいんですよ。何事もそうだとは思うんですけどね、一人でやってるとあんまり面白くない、面白くないというか、一人でやってると共感してもらったり、そういう人がやっぱり いる方がいいですよね。壁になった時に一緒にやってる人がいると、その壁のなんか抜け方が多少ないと見えるとかってあるんですか？そうね、そういう先輩がいるとやっぱいいですよね。先輩だったり同じように悩む人がいると、ちょっとお互いアドバイスし合ったりみたいなのもあるでしょうしね。ただね、自分に合わないことはやっぱり合わないんですよ。なんでそれはさっきも言ったけど、三日坊主でいいんじゃないかという派ですね、僕は。実際やっぱり僕もありますよ、申し訳ないことに。まあでもその続かなかった原因分析かなんかはした方がいいですよね。私あんまこれやっぱり思ったほど好きじゃなかったとかね、まあそれはそれで大事ですよね。多少ね、取捨選択というかねって思ったりしますが、皆さんいかがですかね。倉庫行ってるうちになんかいい感じに仕上がってきましたね。ちなみに話全然変わるんですけど、はい、先生の中で思い出にある三日坊主とかってあったりしますか？思い出の三日坊主、はい、あ、これ続かなかったなとか。そう言われてみると出てこないけど、なんかありそうですよね、はい、なんだろうな、なんかな、英会話とかですね。やっぱりマンツーマンっていいようで、さっき言った横のつながりができないみたいなありますよね。マンツーマンだと先生独り占めできるみたいなあるんだと思うんですけどね。こんな感じでどうですかね。なかなか良くないですか、香りがいいですよ。お花はいいですね、やっぱね。でもね、僕やっぱりこの際言っておきますけど、やっぱりこう YouTube 続けてるのがすごいなと思いますよ。自分で言うのもなんだけど、ごめんなさい、300本以上、まさか自分が。ただね、やっぱりね、感謝ですね。見てくれる人がいないとさすがに続ける気起きないんで、全然伸びなかったら、誰も見られてなかったらさすがに心が折れますよね。本当にあの見てくださる方にも感謝ですね、ありがとうございます。これローバイと小菊だけだけどいいですね。じゃあこんな感じで、はい、今日はローバイと小菊でお花いけながら三日坊主についてね語ってみました。ご参考になればよかったなと思います。お花も話も含めてですけど、もし何かまたね、私でよければ何か質問等あればお答えしますので、メール等いただければと思いました。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。